おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします豊島お夫作。 コーカカのハゲタカコカサスに匹の大きなハゲタカがいました。仲間の者たちと一緒に高い山の頂に住んで小鳥を取って食べたり麓の方へ下りてきて死んだ獣の肉をあさったりしていましたがある時ふとひょんな考えを起こしました。 自分は仲間の誰よりも体が大きく力が強く知恵もあるのでみんなから尊敬されているそこで一つ奮発してみんなよりも立派な住まいをこしらえて王様前途を構え込んでいなくちゃなるまいそして彼はいろいろ考えた末国中の一番高い山の頂に立派な岩屋を探して そこに住居を定めようとしましたところがいよいよとなるとどれが国中で一番高い山かさらに見当がつきませんでした一番高そうな山の上に立って四方を見渡しますと向こうの山の方がもっと高そうに思われますしその山の上へ飛んで行くとまた向こうにもっと高そうな山が見えます そしてあちらこちらと山から山へ飛び移っているうちに体が疲れてくるし気持ちはイライラしてくるしどれが一番高い山だかさっぱりわからなくなりましたこんなんじゃとてもわかりっこない誰かに聞かなくちゃダメだそこでハゲタカのことなら俺たちハゲタカが一番よく知ってるし山のことなら 山自身が一番よく知っているはずだからそう思いついて彼はある山の上に飛んで行って大きな岩の上に止まって山の例に尋ねてみました「もしもしちょっとお尋ねしますが国中で一番高い山はどの山でしょうか?」すると岩の中の方から大きな声がしました。 俺だ。ハゲタカはびっくりしました。これが国中で一番高い山だったのかしら、と思って辺りを見渡しますと、どうも向こうの山の方が高そうな気がします。それでなお、もう一つの山の例に聞いてみたくなって、向こうの山へ飛んでいきました。もしもし、国中で一番高い山はどの山でしょうか。 するとその山の霊が岩の中から答えました。俺だ。そこでハゲタカはなお迷いました。そして方々の山へ行って尋ねましたが、どの山も皆国中で一番高いのは俺だというのです。さあ、ハゲタカは困ってしまいました。山自身に聞いてもわからないとすれば。 その時、ふと彼は山の神のことを思いつきました国中の山の霊を支配している山の神に聞けばきっとわかるに違いないだが待てよハゲタカは考えました国中で一番高い山に巣を作りたいなどとあからさまに言えば山の神は俺を生意気だと思って教えてくれないかもしれない これは一つだまかして聞く方がよさそうだ彼は一人うなずいてから山間の森の中に山の神を訪れましたいつもご機嫌よろしゅうて結構でございます萩ゲタが丁寧におじぎをするのに山の神は応用にうなずいてみせましたうんそして お前ののののようなものがわしのところへ来たはは何の用か。はい。私どもは山の上に住んでおりますので山については何一つ知らないことはありませんがただ一つ国中でどれが一番高い山だかそれがわからないで困っております私どもにとっては山はいわば自分の家でありまして 国中で一番高い山は、自分の家の一番尊いところでありますから、汚さないように大事にしたいと思っておりますが、さて、どれが一番高い山だかわからないのです。山の霊に聞いたらわかるかと思って、いちいち尋ねて回りましたが、どの山の霊もひどく威張り屋で、みんな自分が一番高い山だと申します。 それでああ、そのことできたのか山の神は言いました山の霊たちはみなそんなに威張っているのかよろしい、わしがよく言い聞かしておいてやるはい、どうぞお願いいたしますそしていや、もうよい 山の霊たちにはすぐわしが言い聞かしてやるから翌日になるとハゲタカは高い山の上へ飛んで行ってその山の霊に尋ねました「もしもし国中で一番高い山はどれですか?」岩の中から山の霊が答えました「向こうのだ」。 そんなふうにしてハゲタカはまた方々に飛び回りましたがどれ一つ自分が一番高い山というのはありませんでしたそこでハゲタカは山の神のところへ飛んでいきました昨日はありがとうございましたおかげで山の霊たちは少しも威張らなくなりましたけれど困ったことにはみんなへりくだってばかりいて どれが一番高い山ですかと聞いても向向こうのだ向こううののだと答えるきりですそれでどうかもう一度お骨折り下すって威張りもしなければ減り下りもしないようによく言い聞かせてくださいませんでしょうかそうでなければどれが一番高い山だか私どもは聞き出すことができませんからよろしい。 山の神は言いました。お前の言う通りに言い聞かせておいてやろう。どうぞお願いします。そして、ハゲタカは喜んで帰っていきました。さて、翌日になると、ハゲタカは今度こそは大丈夫だと思って、威勢よく飛んでいきました。もしもし、国中で一番高い山はどれですか。 するとその山の霊はいばりもしなければへりくだりもしないで岩の中から冷ややかに答えましたどれだか知らなあげたかは当てが外れましたそれでもなお方々の山へ行っていちいち訪ねてみましたがどの山の霊も皆どれだか知らないと同じく冷ややかな答えをするきりですそうなると ハゲタカも山の霊たちから聞き出すことは諦めるほかはありません。それかといって、山の神へまた何かと頼みに行くのもシです。はて、何か良い工夫はあるまいかと一晩中考えた末、思いついたのは雷の神のことでした。雷の神なら一番高い山を知っているはずだ。が、ただ聞いたんでは、 俺の受け持ちじゃないと言って教えてくれないかもしれない。これは一つ、雷の神の君短なのにつけ込んで工夫をめぐらすに限る。ハげたカは翌日、思案を定めて雷の神の岩屋へ行ってきました。今日は良いお天気のようですが、お休みになるのですか。 そんなことを聞いてどうするのだ。ライの神は、割れ金のような声で言いました。いえ、どうもいたしませんが、いつもあなたが低いところでばかり雷を鳴らしていらっしゃるので、お疲れになったのじゃないかと思いまして。あげたかは変な笑い方をしました。なんだ。 低いところばかりで雷を鳴らしているから疲れる私どもから見ますと、あなたが低い平地の上にばかり雷を鳴らしていらっしゃるのが、育児ないようなおかしいような気がします。私どものような鳥でさえ、高い山の上を飛び回っているのですもの。あなたも一つ奮発して、 国中で一番高い山の上に雷を落として見られたらいかがなものでしょうそれともあなたはそんなに高いところへは登れないとおっしゃるのですか気の短い雷の神はそれを聞いてもう向かっ腹を立てていきなり立ち上がりましたよしそれではこれから国中で一番高い山の上に 大空の上から雷を落としてみせるぞそこでハゲタカはある高い山の上へ飛び上がってその頂の岩の陰から四方をくまなくうかがい始めましたするうちにいつの間にか日の光が隠れてしまって今まで低い麓の方にしか出たことのない真っ暗な夕立雲が驚くほど高く 空の上に出てきて、むくむくと膨れ上がってきました。大の髪がいよいよやり始めたな。夕立雲はますます。大きく濃くなってみる。みるうちに空を隠してゆき、大粒の雨がぽつりぽつり落ちてきて、天地が真っ暗な闇に包まれてしまいました。さあ、もうじきだぞ。 雨はもう大降りになり天地はなお一層暗くものすごくなり高い雲の中には雷が鳴り始めました。と思う間にピカッと矢のような光が突っ走って同時に天地も崩れるばかりの音がしてとまでは覚えていましたがそれきりハゲタカはあっという間もなく息が絶えてしまいました。 ハゲタカが登っていた山こそ国中で一番高い山でそこに雷の神が雷を落としたものですから頂上の岩の上にいたハゲタカはそれに打たれて黒焦げになって死んでしまったのです。